があると思いますが、それについてちょっと考えていきたいと思います。次のページ、自立とは、自立するとはというところを見ていきましょう。働く目的に関してもう一歩掘り下げて考えていきましょう。就職することをよく社会に出るとか社会人になるって言っていると思いますけれども、社会に出ることを自立するということが多くあります。自立するとはどのようなイメージなのでしょうかということで、この下に自立のイメージ思いつくまま自由に書いてください。イラストでも構いません。